皆さんこんにちは、日々です。本日もお越しいただきまして誠にありがとうございます。さてさて皆様、ズバリ3月の前半ここまで、大体6日ぐらいまでですね、何か塞ぎ込まれていたり、物事が停滞してしまってうまくいってないような、囲いに覆われたようなお気持ちになられた方に朗報です。実は3月の10日ぐらいからですね、だいたい2週間ぐらい、3月21日とか22が特に私の霊視ではすごくいいんですが、大きく言うと26日ぐらいまで、24もチャンスかなと思うんですけど、26はどちらかというと皆様ご自身の実力が多分に大きな要因になると思うんですけども、成就という期間になりやすいかなと感じております。これはエビデンスとかが特になく、ただの私の霊視です。占星術とかきっといろいろあるとは思うんですが、その私は詳しくございませんで、ただただ霊視でこれまで通りいつも個人のカウンセリングというか個人の霊視をさせていただいているのとほとんど同じような形で、この期間みたいなことを霊視させていただいた時に感じるもののため、何かこうこれといって大きな根拠のあることをお伝えできないのが恐縮なんですが、でも霊視によって感じますのは、よかったらご参考にいただければと思っておりまして、この3月の10日ぐらいからまずですね、こんなことが起きるはずです。1、自分の自己を破るとか、抑え込んでいた感情をこう発露するみたいな、そういうようなことが3月の10日前後ちょっと前ぐらいから起きるはず。もう5日ぐらいからとかです、でそこから自分の感じがバーって出たりしたり、またはこれまでやってないことをやってみようって何かにこう何でしょう、取り掛かるとか予約するとか、そういうふうにこう取り組んでみるために、自分の心とか感情でこうちょっと抑えようとしていたものをバーンって開けるみたいな、そういう心の殻を破るような、ある種の破壊とも言えますが解放みたいなことを行われた方おられませんでしょうか。もしそこが当てはまられましたらば、そこがどういうわけだか、皆様または皆様個人ではない第三者、第三の要因、環境ですねが、なぜか引き寄せとして皆様のもとにやってこられまして、皆様のその解放した状態、私はニューミーみたいな、私はこうなりたい、私はこうですっていう意思表示をされたことに合わせて、向こうもなぜか合わせてきてくれるみたいなことが、この3月の10から21、22、24、26ぐらいまで、でも26は本当にちょびっとなんですけど、そんな風に叶いやすいエネルギーをなぜか感じるわけです。なのでもしこれから、今ちょっと叶えたいことがある、転職を考えている、恋愛で相手からのアプローチを待っているなどなどございましたらば、自分の気持ちを解放するっていうことを何か一つ日常の中に1日でもいいので取り入れてみるのはいかがでしょうか。こちらちょっとおすすめです。何でもいいです。ちょっとだけ豪華なお食事をするとかでもいいんですけど、普段やらないようなこと、今まで成就したいとかねてより思っていたようなことです。そういったものに対してチャレンジをするという表現の方が、いわゆる解放としてはとても意味合いとしては良くて、今までやってなかった一人旅をしようとか、自分で料理教室行ってみようとか、資格試験のためにちょっと勉強を始めてみようとか、受験してみようとか、自分の意思を表明しようとか、なんかそういうちょっとしたプチアプローチだけど自分の中で大きいと思えるような、そういうチャレンジ、ちょっと現実自体が動かれるはずなので、もしちょっと今月変えたいかもって思ってるんですっていう方がおられましたらば、物は試しで、せっかくぼーっとしてても何も変わらんしなとか思われましたらば、物は試しでちょいと思い切ってちょっとチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。私の中ではこの時期にそういうことやられますとかなりおすすめでして、ぜひとも応援したい所存でございます。なぜかそういうエネルギーがあるんです。皆様の解放を後押し、なおかつそれが成就する、そんなエネルギーが3月の今からだいたい2週間ぐらい、24とかでちょっと26、26はもうほんとちょびっとなんですけど、どちらかというと皆様のこれまでの努力あってなんか成就って感じだったので、もう始まってます。ちなみに10日とかそこからなので、ぜひよかったらよしって思われましたらば、でまたはそうそう今ちょうどそういうことをやってました、そういうような予約とか活動をしようとか、そういう思い切ってチャレンジみたいなのをしようと思ってましたとか、まさに当てはまっておられましたらば、それは間違いなくというか、それはまず行こう
つまり幸運だと思いますので、幸福のゲット、しかもそれは一時だけじゃなくて、ちゃんと皆様の人生を幸せに構築するためのものだと思います、感じますので、よかったらやられてみてはいかがでしょうか。チャレンジングな2週間の始まりだと感じております。もしご参考になりましたらば幸いです。幸多き日々となりますことを心よりお祈り申し上げます。みやびからのひやび、ではでは、ありがとうございました。